皆さんこんにちは賃貸管理士合格の取説解説講義始めていきたいと思います担当はレクセエニーコースの友嗣ですどうぞよろしくお願いしますさて、えー、それではですね今回はですねこちらはい、えー、法令編の第7章ですね 住宅宿泊事業法、まあ、いわゆる民泊新法というやつですね、えー。こちらの方を取り扱っていきたいと思います。で、この民泊新法なんですけれども、えー、2019年に出題をされております、はいで。2019年に出題されていてですね、まあ、これからね、えー、どん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 出題も増えてくるんじゃないかなというふうに予測される部分でございます。 でこれなんですけれども、まあ、なかなかにちょっとですね難しいところがありましてまあちょっと、えー、ね普通にこう読んでるだけだと「えっ?」ていうふうに混乱してしまう部分があると思いますのでそこの部分をですね、まあ、今回20分という短い時間ですけれども解説をしていきたいと思います。まあ,あのなんで混乱してしまうのかと言いますとですねこれあの結論から先に言ってしまいますと、えー、実はですね はい、えー、住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業というですね、結構似てる言葉が出てきてですね、はい、えー、これ、読んでるとうんという風になってしまうんですね、えー、今な、な何の話をしているんだろうっていうですね、まあ、そこのところがですね、えー、混乱してしまいがちなのでまあ、ちょっとそこの部分を中心に見ていければなという風に思います。 それでは、えー、テキストの方で言いますと46ページのところお開きください。えー、第7章住宅宿泊事業法民泊のところですね。えー、こちらのところ、えー、触れていきたいと思います。はい。まあこのまず住宅宿泊事業民泊というものが まあどうして、ね、できるようになっていったのかという、まあ、この背景なんですけれどもまずはですね、えー、こちら、まあ、背景としてはこんな感じのものがあります、まあ、もちろんこれだけじゃないんですけども、まあ、大きな理由としてはまずは、えー、いわゆるその外国人の、はい、観光客ですね。 はい、外国人観光客の増加というものが一つあります、はい、だから、まあえー、観光客が増えていくと、まあ、それだけ、ねえー、泊まるだけのホテルというものが必要になるわけですよねでもまあそれが足りなくなると、えー、言ったときにどうしましょうということになりましたであとはですね、まあ、これは このテキストのところでもちょいちょい出てきます。空き家問題ですよね。その空き家をどうにかして有効に活用できないかって考えてみたわけです。で。 この,2つからね、この2つが、まあえー、主たるものだというふうに認識を持っておくと、まあ、もちろんこれだけじゃないですけど、えー、これが、えー、基本的な考え方だなって分かっていると、まあ、理解はしやすくなっていくと思います。じゃあ、ねえー、宿泊施設が足りなくなってきてるでも空き家が、ね、結構余ってるだったらじゃあそこの空き家を使ってですよ ねえ人を住まわせるっていうことをやればいいんじゃないですかってことになるんだけどもでも基本的にですねはい、えー、宿泊のじゃあ事業をやろうっていうふうになるとこれ旅館業法というものの許可を得ないとやっぱりこれはやってはいけないというのが基本的な考え方にはなるわけなんです。えー ただ、じゃあやっぱりねえー。それでじゃあ許可がね。これは許可が必要だみたいな感じになってくると、やっぱりハードルが高いので、じゃあはい、えー、こちらです。都道府県知事への届出っていうものを行えば、その許可を得ることなく事業を行うことができるという風にしました。なので、例えばその空き家を持っているねえー。空き家を持っている。ここのねユーザーさん、この大家さんみたいな人ですね。大家さんが。 はい、えー、この大家さんがですね、えー、いや私の持ってるこの家を誰かに貸したいなというふうに思って住宅式は宿泊事業というものを始めようというふうになったらばここです都道府県知事への届け出というものが必要になります。はいい、えー、都道府県知事への届出をしてくださいそうすすれれば始められますよ 知事へ届出してくださいね。でそうやって知事への届け出をすればはい知事への届け出をすればねえ,え借りたいという人がいて宿泊したいという人がいたらえこの人をえこの家に泊まらせることができますよっていうふうにしました。はい。さあでもうですねえじゃあねこれやりますっていうふうにやったとしてもやっぱりですねえこちら、えー、住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業においては宿泊を提供する日数が 1> 1年間で180日が上限ととなりますと、えー、やっぱりまあずっとやってるっていうわけにはいかないわけですので、ねまあ、それはもうずっとやりたいんだったらもうそれはねそれをね本業とかにしたいんだったらそれはさすがに旅館業法の許可取ってくださいよっていうね、えー、そういうお話になってくるわけですよ、はい、ですのでやっぱりまあね上限はちゃんと設けておきましょうということで180日が上限になりますとでそれに加えて都道府県等は生活環境の悪化を防止するためはい 必要があるときには、えー、条例によって区域定めて、えー、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することもできます。まあ、ちなみにですね、えー、この事業には、家主居住型、まあ、ホームステイの形で招き入れるタイプと、えー、家主不在型、まあ、空き家に宿泊者を泊めるタイプというものに分けられます。では、えー、住宅宿泊事業者、えー、こちらの義務です。 はい、えー、このですね、えー、知事へ届け出したこのですね、えー、住宅をね、えー、民泊に使いたいなって思うこの人の義務ですはい、えー、どういうものがありますかって言いますと まあここ見ても例えばね、えー、3番「外国人環境局である宿泊者の快適性及び利便性の確保」って書いてあります。まあこういうところからねまずまあ背景にこういうところはあるんだなっていうところはなんとなく、えー、お分かりいただけると思いますけれども、まあ、こういったあー、ね、義務があります。でこういった義務があるんですけれどもこちらです、はい。住宅宿泊管理業者に委託をすれば 住宅宿泊事業者義務を免れます。はい。えー、こちらですね。委託すれば義務を免れることができるんですね。住宅宿泊管理業者。まあ、つまり、えーね、これを管理する管理業者さん。こちらの方に委託をします。そうすると、ね、この人に任せますよっていうふうに委託をすると、 ね、この人が、ね、うちの物件のうちと管理よろしくというふうに、えーねまあえー、依頼をしますとそうするとこの人はこの6つの義務を免れることができるんです。ですが、次、48ページのところです。はい、また届け出住宅ごとに公衆の見やすい場所に所定の,様式の標識を掲示しなければなりません。 さらに届け出住宅に人を宿泊させた日数等について定期的に都道府県知事に報告しなければなりません。で、この2つについてはその、ね、管理業者に委託したとしても義務を免れることができません。この2つははい、この人が絶対やらなきゃだめです。こっちにね、委託したからといって管理業者に委託したからといって免れるわけではありません。ということは そうこれね見てみるとわかるんですけれども例えばここに書いてある6つは義務を免れることができるってわけですよねじゃあこういう問題出てきたらどうですかって話なんですよ、えー、例えばですよ、えー、住宅宿泊管理業者に委託をすれば義務を、えー、ね、えー、住宅宿泊事業を行う者は義務を免れるものはどれかって言った時にそうこれ見てください例えば宿泊者の安全の確保ね でそれと、えー、同時に、えーねえー、都道府県知事への報告とか書いてあったら、ねえー、どう思います、えー、どっちが、ねえー、義務を免れることができると思いますって言った時に、ねまあなんかね、相手に任せたら、えーねねまあ、報告はいいんじゃないのでもなんかやっぱり安全の確保はちゃんとやっぱり責任を取ってほしいんじゃないのっていうふうに逆に考える方が絶対出てくる部分なんですよね。ってことは問題も作りやすいですよねここに関しては。 そうえー、つまりちゃんと、ね、勉強しておかないと迷ってしまう部分ということは、まあ、試験問題としては出しやすいですよね、えー、ですのでここはしっかり押さえておいてください、えー、委託をしても義務を免れることができないのは標識の掲示と知事への報告いいでしょうか、えー、この2つなんだっていうところは押さえておいてくださいさあそれではですね3番今度は住宅宿泊管理業ということなんですけどまあここでいうところのこれ。 赤で塗ったやつですねえこの管理をする業者さんですはいこちらなんですけれどもその管理を行う業者さんこれをやるためには国土交通大臣の登録を受ける必要がありますはい国土交通大臣の登録を受ける必要がありますはいちょっとこれ書いていきましょうかはい、えー、こちらなんですけれどもはい国土交通大臣の登録 ここれをやっっててくださいいいねってことになります。いいでしょうか。住宅宿泊管理業をやりたいっていうふうになったらば国土交通大臣の登録これをしてくださいということになります。はい。で、えー、こちらですねまた住宅宿泊事業者は次に該当する場合、えー、届け出住宅の住宅管理業を住宅管理業者に委託しなければなりませんとまあつまりどういうことですかって言ったらば、まあ、この青の人はね 次の条件に当てはまると自分でやっちゃダメ絶対こっちに委託してっていう風なものがあるわけです。それは何ですかはい。こういう場合はいや私これ自分でやるから別にね、えー、こ業者に委託とかしないで自分で全部やるわっていう風に言うことができないんです。はい。必ず委託してくださいねっていうことになっていきます。で、 委託先は一つであることが必要であって、複数の委託先に分けて委託することは認められていません。はい。えー、なお、住宅資格事業者が住宅資格管理業者である場合で、えー、住宅資格事業者が自ら届出住宅にかかる住宅資格業務を行う場合、委託する必要はありません。まあ、つまり、えー、まあ、この人がこれもやってた場合にはどうなるんですかっていうそういうお話ですよね。ここは。 ということになっていきます。であとは採択は禁止されてますということです。であとはですね、えー、これこの立場の人間もいるってことなんです。どういうことですか。住宅宿泊仲介業。つまり、えー、例えばね、えー、民泊始めようっていうふうに思ったとしてもどうやってお客さんを探せばいいんだろうっていうふうになっていきますよね。 はいでそのお、ねえーまあ、宿泊してくれるお客様、えー、これをですね探してくるっていうのが、このの住宅宿泊仲介業といいうものになりますはいえー、こちらなんですけども、住宅宿泊仲介業は次です旅館業法に基づく登録を受けた旅館業者以外のものが報酬を受けて、住宅宿泊業を行う業務です。これをやるためには、はい、観光庁長官の登録を受けなければなりません。 えー、官公庁長官の登録だそうですはい。さあこちらご覧くださいこう考えてみますとここの複雑さがなんとなくわかりますよね はい、全体像こういう風になってるわけですよ。で全体像こういう風になっていてえこの人始めようっていう風になったら知事へ届け出でこの人が管理業を始めようっていう風に思ったら国土交通大臣の登録でこの人が中華業を始めようと思ったら観光庁長官の登録なんですって。ということでここのズレですよねここのズレですよね。ここのズレですよね まあ私なら出したいと思いますけれどもね。はい。私なら出題したいなって思いますけれどもね。はい。えー、ここだけ、えー、こんなに違いがあるということになっていきます。はい、えー。ですので、まあ、ね、これを行うために何が必要なんですかっていうところが違いがありますよっていうところはしっかり押さえておいてください。さあ、そしてですね、こちら、えー、49ページ5番のところです。 えー、分譲マンション内の住宅宿泊事業ということで、えー、いわゆるその区分所有建物分譲マンションにおいては、えー、規約でですね専用部分をを住宅宿泊事業にに使すするるこことと禁止っていう風にすることができますと、まああの例えばですねこれね空いてる一軒家があって一軒家があってこれを誰かに貸すっていうふうになったらばまあもちろん その近隣に対ししててののご迷惑っていうのはあるかもしれないですけれども,でもまあ基本的にそんなに他の人に迷惑かけるってことはないかもしれないただそれがやっぱりマンションとかになってくるとやっぱりねエントランスで他の人と誰かね住民以外の人とすれ違うことにもなるわけでしょうしね不特定多数の人が出入りするみたいな感じになっていくとやっぱりまあ入居してる人がねやっぱり、えー、なんかちょっと嫌だなっていうふうに思うこともあるかもしれないわけじゃないですか、えー、ですのでそれも規約で、はいえー、もうねこのま は民泊としては使ってはいけませんよっていう風に、えー、禁止することができますただ規約にその専有部分をもっぱら住宅として使用するという記述のみでは民泊の利用を禁止したことになりません なん、はい、でですかだって民泊だって、まあね、住宅といえば、まあ、広い意味で住宅じゃないですかだって住むのに使うってことですからね、はいえー、住むのに使うっていうことですのでやっぱりその記述のみで民泊禁止したことにはならないんですね、えー、ですのでもし民泊を禁止するっていうのであればもう明確に、はい、規約に「えー、ね民泊は駄目です」っていうふうに書いておく必要がありますということですで、えー、ですのでこれ 専用部分をもっぱら住宅として使用するこの表現だけでは民泊の利用を禁止したことにはならないということはしっかりと押さえておいてください。よろしいでしょうか。はい、ということでですね、えー、民泊の部分に関しましては、えー、これからですね ままあ、出題も予想されます、えー。ですのでまあその時にですね、えー、まあ何て言うんですかね結構先ほどもね冒頭でもちょろっと喋りましたけれどもやっぱりここの関係性が見抜きにくいんですよねこの関係性が、えー、まあ、なかなか書物だけではですね、えー、結構もう文字が似てますので、えー、なかなか難しいでしかもこれが全部ですね、えー、もう要件が。 違ってるわけですよねやりたいっていうふうに思った時にどうすればいいのかね、えー、知事へ届け出国土交通大臣の登録観光庁長官への登録というふうに、まあ、ずれているわけですから、まあ、ここはしっかり整理して押さ、えー、えておかないとまあなかなか、えー、難しいことになると思いますので、えー、今回これを機会にですね、えー、しっかり理解していただければというふうに思います。それではではすね えー、短い時間ではございましたけれども、えー、まあこちらの解説講義に関しては以上で終了したいと思います、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました